どうもです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、こちらインスタ3605のご紹介です。はい、こちらインスタ3605というカメラなんですけれども、発売はね少し前のものになってまして、今はねこれの GO2 というものも出ております。こちらの特徴としましては世界最小最軽量というカメラになります。親指にも隠れる最小カメラという形で、確かにねこの私の短い方の親指にもすっぽりと隠れるサイズとなっております。重さはね、20g ほどとなってまして、ポケットとかにねポンと入れてたら忘れてしまうぐらいの軽量なカメラとなります。このカメラの主な特徴としましては、まず小さいということと、あとこのブレないということが特徴となってます。ジンバルいらずで手ブレ補正しっかり効いてますんで、このままね持ち歩いたとしても全然ブレない映像を撮ることができます。ただね、このインスタ3605は1回につき最長1分、アプリを使えば5分撮影することができるんですけれども、5分撮影すると結構熱暴走とかが起きて、普通に使える撮影が1分で、あと30秒15秒というふうになってます。で、見てもらったら分かる通り、ものすごくシンプルな作りで、ボタンとかどこにあるんかなと思うんですが、ここの後ろのね小さいプッシュボタンがついてまして、ここを押すことで1分間の撮影が可能となります。なぜこのカメラを買ったかというと、一人称の視点のね撮影がしたかったんですよ。このようにね GoPro でもこうやってねここつけたりして一人称視点で撮ることはできるんですけども、やっぱり存在感とかね、あの重さとか結構普通に撮るにはね邪魔な部分が多いので、気軽に撮れる一人称カメラというものが欲しくて、こちらインスタ3605を購入しました。このインスタ3605を一人称で撮るときはどうするんやということなんですが、付属のこういうストラップがついてます。これを首からかけてですね、こちら磁石がついてますんで、これをパチンとすることで撮影ができます。でこのままだとこうプラ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 してしまうんですけど、これを服の中に入れまして、パチコンとこういう感じでつけることができます。ちょっとねシャツの模様と一体化して分かりづらいんですけど、ここについてます。こんな感じですね。こんな感じです。はい。でここの裏にボタンがついてるので、このままカチッと押すと、これで今撮影スタートです。この LED が光ってると思うんですけど、この LED が光ってる間が撮影してる時間となります。これでね1分経てば自動で止まって、またねもう一回押しても、確か押しても止めることができます。このストラップ以外にもねいろいろオプションがついてまして、例えば帽子のつばであったりとか、あのどっかにパチンとはめれるクリップ、粘着でペタンってとかくっつけれるやつとかもねいろいろついてるんですけど、今回は一人称視点で撮りたかったんで、このストラップと本体とで撮ってきました。こちらのインスタ3605を使って、前回北軽井沢のキャンプの時に小屋作り手伝わせていただいたんですけれども、もう一度お手伝いさせていただける機会がありましたので、こちらを使って撮影してきました。それではどんな映像が撮れたのかご覧ください。どうぞ。それではね、前回来た時にねお手伝いさせていただいた、ログハウスがもうあっという間にここまで出来上がってます。で今回もね少しお手伝いさせていただけるということで、総監督のスミ君登場してもらいましょう。スミ君どうぞ。今日はどこまでやりますか。はい、中野の壁を、中の壁をね、はい、張っていくって感じですね。はい、前回ね張らせてもらった屋根がもうすっかりと出来上がってますんで、うん、それでは今日は監督のご指示のもと壁張りの方やらせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。
りの。これをここへ乗せることしたら、ここまでやってみます。じゃあ、こっち外します。ずっと録画ボタン押したままだったみたい。そう、これはマキロール取れてる。いや、ポケットの中が映っている。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。だいたい2時間でね、こっちの壁貼らせていただきました。どうですか、出来上がりの方は。いやまあこんなもんですね。いい感じじゃん。王さんがとても手慣れてた。ありがとうございます。監督からお褒めの言葉いただいたので来年はちょっと年俸が上がるんじゃないかなと思ってまた次回ね、他のなんか釜とかもね、持ってくるっていう話があるんで、次回そちらの方も手伝わせていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。本日は王さん、ゴムミコ王さんと総監督スミ君でした。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバーイ、はい、ありがとうございます